皆さんこんにちは。今日は普段と違って、背広ではない格好で皆さんとお話ししたいと思います。今日は隣にですね、山達くんが来てくれております。山達くんはですね、実は私バンクーバーに住んでますけれども、バンクーバーのすぐ近くの町に住んでらっしゃって、今日はたまたまですね、山達くんが新しい本を、これ2冊目の本だね。そうです、はい、2冊目の本を出したということで、ちょうど日本も発売されたばかりなので、その紹介も、ソークチャンネルの視聴者の方に紹介したいということでお連れしました。じゃあちょっと山達くん、この新しい本を軽く、視聴者の方に紹介してもらえますか。はい、はじめましての皆様、はじめまして、山達でございます。はい、この度ですね、第2弾のこちらの書籍、北米からの警告という本を出版させていただいたんですが、今日本で大きく話題になっている LGBT に関する話題であるとか、あとはこのカナダが今どうなっているのか、もう早期先生も身に染みてご存知だと思うんですが、一般的に日本で語られるような、その素晴らしい自由、平和な国じゃない闇の部分がたくさんあるんですね。そのあたりをいろいろ入れてあったりとか、あとはフリーダムコンボイというですね、もうカナダの歴史を大きく変えるような出来事もありましたので、そのあたりを全て詰め込んだ、第2作目になっています。で、特に今日本でも本当に大きな話題になって、 LGBT に関して、今日本ではそのトイレの問題、トイレであるとか、その銭湯とかに、自称女性がね、乱入してくる危険性とか、そういうのがあるんじゃないかって話になってるんですが、そのさらに次のステージに行くとどういうのが待ってるのかっていうのをまとめてあるのがこの一冊ですので、ぜひともそのこれからの先の日本にどういう未来が待ち受けてるのかっていうのを、その知る一つの材料になるんじゃないのかなっていうふうに思いますので、ぜひとも一度ね、ご一読いただけたらというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。2冊目の本なので、これも1回目はね、だいぶ気合い入ってて、ね、あれちょっと長い、はい、だけど今回は読みやすい、はい、反省しました量にしてるんじゃないかな。そうです、1作目は、あれはちょっとそう、ね、肩の力入ってるどころの騒ぎじゃないそうだね、それ込んだので、僕もね、最初出したのが今から何年前だろう、14年前。おー、14年前、うん、やっぱり最初っていうのは、はい、やっぱりあれはね、力入っちゃうね、はい、もう右も左も分かんなくてそうそう、だけどいい思い出になると思います。そうですね、うん、はい、あれはだから今回のは最初の本を通読された方は、これはかなり汗かきながらだと思うんだけど、うん、今回はね、すごく読みやすい、工夫がね、はい、できてるっていう感じで、編集担当の方からも同じように成長したなっていうのを、すごく言葉いただいて、読みやすくなってるなという感じでした、はい。でもうこれが喜ばしいことなんですけども、実は私の方にも喜ばしいことがありまして、茂木誠先生との対談本が、いつも私のチャンネルの最後のところで、出してるんですけれども、それが6刷りになりました6刷りって大きいよね、だからちょっと次元が違うんですよね本当にいやいや、6刷りになりまして、ロングセラーになっておりますので、皆さん本当にありがとうございます。でですね、今日はですね、ちょっといろいろ、せっかくね、山達くんここに来てくれてるので、いろいろいろんなことを話したいなと思ってるので、ちょっと長くなると思うので、途中でですね、休憩入れたりして15分から20分の対談を、2回か3回に分けてできたらいいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでですね、今日は収録日がカナダの7月4日、カナダもアメリカもそうなんですけど、そうですね、7月4日、これがですね、皆さんご存知だと思いますけど、アメリカの独立記念日です。で、3日前にカナダの独立記念日が、7月1日、カナダデーがありました。ですから、ちょっとお祭り、心はお祭り気分だよね。そうですね。うん、
でちょっとこっから話しましょうかね。いろいろ話したいことあるんだけど、うん、花火なかったでしょ。それなんですよ。あの僕事前に自分のコミュニティのところニューエスミンスターをやるっていう話だったはずなんですけど、うんうん、それも結局なくて、うん、でちょっと残念でした正直。そうだね、はい、これがねこのLGBTQ の話なんかと通底した話で、うん、まあポリコレの話だね、うん、要するにこのカナダっていうのは日本の大政奉還の年1867年に東部の4州が、うん、まあコンフェデレーションという形で、うん、カナダという国を、まあ、作り上げたということなんだけど、うん、だからそれがカナダの誕生日なんですよね、うんうん、だけどやっぱり、日本のようにねあの2月11日でしたっけ、あ、はい、建国記念日、はいはい、今はなんていうの、今も建国記念日、建国記念の日っていうんじゃないですか、建国記念の日、はい、うん、だからまああのね神話の世界の話だから、うん、あ別にポレコレ云々っていう、まあ、もしかしたら将来ポレコレ入ってきたら大変なことになるかもしれないんだけど、うん、まあ、基本的にはポリコレとは関係ない形で日本の場合は建国記念の日っていうのが呼ばれるんだけど、アメリカもですねカナダもですねどうもポリコレが入ってきて祝えない日になっちゃったね、うん、まあこれなぜポリコレが入ってきたかっていうと、まあこれは1619年プロジェクトの話はあの したかな、僕一作目の本でちょっとだけ触れました、うん、あ、なるほど、けどそこまで深いことは話したことは正直はないかなって思います。あ、なるほどね、はい、ぜひも、まあ、はい、今まではアメリカ4月4日は建国記念日なんだけど、うん、建国記念日とか独立記念日なんだけど、うん、それをですね要するにドイツのフランクフルトからやってきた、まあ、共産主義者の人たちが、うん、まあ、擬態して、これは何度もね私のチャンネルで話してるんだけども、擬態してですね、で彼らはとにかくその安定した社会を潰すことから仕事を始めますので、まず潰すのにどうしたかというと、アメリカという国の建国の父たちは奴隷主だったろうと、うん、その奴隷主を奴隷の主をお祝いしてどうするんだと、うん、いうことなんですよ、まあ、そこから始まって、まあ僕らの2人の年の差なんですけど何歳？僕は32です。32、はい、私がカナダに来た時が82年なんですよ、うん、まだ生まれてないですね。そうですねだから、もう30何歳違いだ、もう40近いね、うん、だと お父さんよりも年上じゃない、もしかしたら下手すると同年代ぐらい、あ、うんと、どうだろう、同じぐらいですね、でとりあえず、はい、だから親子対談になってます今は。でそれでちょっと話を戻しますけど、とにかくそのアメリカ そのフランクフルト学派の、まあ、ハーバードとかね、あの辺に、うん、潜り込んでる連中です。彼らはとにかく建国の父潰しを始めたんです、うん、だから建国の父は奴隷主だよって言うと盛り上がっちゃうわけですね。で、まあ、いろんな理屈をつけてアメリカという国は、まあ、ひどい国として始まったんだよという言い方をしてきました。で、その結果としてですね、特にひどいのがニューヨークタイムズだね。もうあれはもう本当の真の左翼メディアって感じですよね。本当だね。で、そここそがそれ始めてるっていうのも。そうそうそう。だからそれが1619年プロジェクトっていうのを始めたんだよね、うんうん、でその1619年っていうのはちょうど徳川家康が死んで3年目の頃です、うん、1616年だからね、はい、家康が死んだのは、うん、その頃にアメリカ大陸に初めて奴隷が連れてこられましたよと。
それだからその日を基準にアメリカという国を考えましょうという何だろう政治キャンペーンだね。うんですね。でそれを始めたんですよ。でそうなるとですね、今山田君も言ったように7月1日カナダは7月1日それからアメリカでは7月4日のまあ本当に国の誕生を喜ぶ花火の打ち上げっていうのはあって、それであの夜のねあの日本のお盆のように、花火を見ながらあ、ね、自分の家での場合はあお酒を飲みながらね、うん、あるいはお金持ちの人たちは、うん、あのほらクルーザーでクルーザーで海に出て、はい、海からその花火を見るというのが楽しみだったんだよね。初めてバンクーバー来た時よくそれやってる人たち見てあれーなーって思ったんですよ ね。あの最初の時よくちょうどその時タイミングだったので、うん、そう、それで昔はねそのバンクーバーではなかったよね。今年ですか。今年多分やってるとこないんじゃないかっていう勢いだと思います、ね、バンクーバーも永遠とやりませんみたいなアナウンスメントが確かされてたので今年からね、僕その本当にねこの7月カナダデーの7月1日は、うん、あダウンタウンの近くのね海辺、うん、イングリッシュベイで、うん、打ち上げて、うん、それでいろんな会社がスポンサーになって、うん、カナダチーム、うん、それから日本チーム、はい、いろんなドイツも来てたかな、うん、でいろんなチームでコンペティションがあって、で今年はどこが優勝したか、うん、本当に大騒ぎしてたんですよ、うん、ですからアメリカのそのまあ人たちが始めたニューヨークタイムズが大騒ぎしている1619年プロジェクトみたいなやつをやると国家としてこの国に生まれて生きている喜び、うんうん、それをどんどん潰してくるというのが、うん、あの僕ら実感しますよね、うん、だからまあ、本当に楽しみだった花火大会がなくなっていく、まあ、これがポリコレの世界です、うん、カナダというのはこんな国ではありませんでした、ね、ですから1950年60年代にやってきた共産主義者の学者たちが大学に入り込んで本当に長い時間をかけて君たちの住んでる国はダメな国なんだよという教育をした、そしてそういった教育で育った政治家が今カナダのそのトップについてるということですね。でジャスティン・トルドーどう思います？もう何 PP 音階入るぐらいの勢いで言うと本当クソだと思うんですよね。本当にだろう日本の報道でトルドーの悪口って本当に聞かないんですよね。おかしいね、うん、あれほどその悪のようなめちゃくちゃな男っていないんですよね。で ものすごい似てるなって思うのが小泉進次さんみたいな感じで、その結局あの人でポエム言ってることはポエムとか言われるじゃないですか、ね、トルドーの発言もあれちゃんとその文字起こしして見てみるともう中身すっからかんで何の中身もないんですね。でもみんななんか何でしょう、人気があるというかすごい人みたいな扱いしてて、何だろう なんて言えばいいんですかね、そのそうだいい言い方したね、はい、小泉ジュニアが首相になったらこうなるんだ、はい、あそうですいう感じだね。そうです、はい、まさにその感じだと思ってて、うんはい、実際同じ環境左翼同士ですし、はい、そうだね、はい、そういえば炭素税入ったね。はい、炭素税、あ皆さんね、カナダのね1リッターあたりのガソリン日本より高いですから、カナダは石油生産国なのに高いですから、うん、政治家まあ、環境左翼の人たちが政治をやるとこうなります、CO2 が地球温暖化の原因だと思ってる方は、うん、いろんな文章を調べてそれ本当かどうか、うん、自分の目で
確認してください。今回第3章のカナダのところでその環境左翼関連の話はもうボロカスに書いてるんで、よかったら参考にしてみてください。いろいろちゃんとその論文ベースのものとかにしてあるので、何でしょう、その辺で拾った変なうさんくさそうな情報とかじゃなくてちゃんとしたものなので、よかったら参考にしていただけたらというふうに思います。そうだね、はい、そうだ、今日あれだな、日本の皆さん大谷翔平の活躍今毎日見てると思いますけど私たちもねいつも見て喜んでるんだけど、うんうん、今日が大谷君の誕生日だよね。あ、そうなんですね。ね、で実は私も誕生日それを言いたかったこういうのでなんかケーキが出てくるといいんですけど ねちょっとケーキが出てこないんですけどまあ今の話のつながりになるんだけど、その日本の良さ、うん、日本の良さがなぜカナダにいると分かるんだろう、あるいは海外にいると分かるんだろう。あ、もうやっぱり一歩引いてみないと分かんない良さって出てくるのかなっていうのは本当にあります。あと海外にいると本当にこの本で僕何度も言いましたが、日本人っていうのを感じるんですよね。そのみんな当たり前ですけど、日本にいるときはもう日本にいても海外にいても日本人っていうのは変わらないと思いますけど、でも周りは僕のことをその日本人として接してくるじゃないですか、うん、だから例えばなんか日本製品ってすごいよねっていう話であるとか、治安いいよねっていう話とか、あとは何でしょう、まあ、美しい国だよねとか、まあ、そういういろんな話してもらえる中で日本すごいっていう言葉ばっかり聞くんですよね。なので自信を持てるっていうんですかね、なんかそういうのがあるのかもしれないですけど、そこから日本の良さが見えてくるのかもしれないですけど、確かに なんでだろうって言われたらちょっと難しいですね。そうだね、うんうん、私もねこっちにカナダに来たのがもうずいぶん前になるんだけど、うん、やはりね日本にいると日本の嫌なとこが見えちゃうんだよ、ね、やっぱりどうしてもね、はい、うん、だからこっちに来てみるとこっちのはこっちの嫌なところが見えて、うん、両方比較してみると、うん、日本の方がいいんじゃないのという感覚、うん、それは隣のシワは青いみたいな感じですかね。うん、だから隣のシワは青いと思って来てみたけど、うん、やっぱりほら中国の緑のペンキで塗ったような感じかなっていうの。チャナダって言いますからね。そうだね。あるんですよね。うん、だからまあ口の悪いね人もいて、海外で何ごちゃごちゃ言ってんのと、うん、帰ってきてやればいいじゃんっていう人いるんだけど、うん、帰ると見えなくなっちゃうんだよね。あ、そうですね。だから僕はそういうこと言われたらどう言いか、まあ、言い返すわけじゃないんだけど、うん、なんて言うんだろう、石膏ってその、スパイみたいなやつですか。スパイっていうか、はい、その先に行って情報を伝えて本体に伝えるっていう石膏っていうじゃない、はいはいはい、うん、そういう役割が僕らにあるんでね、うん、だから敵はこういう数でどっちに進んでるみたいなことをこっちにいる人間ができんじゃないのかなというのがまあ一つの考え方なんだけどね、うん、まあ山田君今度あれでしょ、日本で講演会やるでしょ。はい、だから講演会のスケジュールは自分のチャンネルで言ってますから、はい、いいねここではね、はい、だからそういうこう時々帰ってね、うん、まあ、僕も時々帰っていろんなところで発言してるんだけど、うん、そういう形っていうのはそれなりの価値がね、うん、あるのかなと思ってるんだよね、うん、だからまあ私と同じような考えで山田君も情報発信してくれるというのは、うん、後ろに続く人が来てくれてすごく嬉しいなという感じです。で、今日は今日というかこの回はここで一旦休憩入れますので、はい、また次は次のテーマで2人で話しますので、しばらく待ってください。それじゃあ。